ローマ人の物語4ですね。ユリス・カイサル、ルビコン・イジュンですね。第3章、この青年前期ですね、この17歳から30歳までですね、本当に婚約者等破棄しなさいと言われて反対して、最初の追われる身で国外逃亡しましたけど、小アジアですね、そういう。 したけど、まあ、この軍隊に入って、えー、そしてスラッカーが亡くなって帰国,帰国しましたけど、えー、まあきちんとした仕事もなくて弁護士ですね、えー、そしてこの大物を弁護じゃなくて告発する方法でこのスラッカーの盟友かなこの親友の大物を告発したらまたこの。うん このローマですね、えー、におられ、犬、えーまあのがまずいということであ、身の危険を感じて、今度は、まあ、あーロードストに、えー、留学するです、ね、大学に入るために、勉強するために、そ、えー、のする前に、えーこのうん、弁護士家業でしましたけど、なかなかこのうまくいかなくて、2回目の告発でして、えー、ロードストに行く途中、えー、また海賊にやってますね、えー、この海賊で、えー、身の代金このににに、20万タラントかな。 タラントを、まあ、50万タラントに、まあ、身の危険を感じてそということで、え、海賊退治してますね。この、前回の振り返りで、海賊に対してこうしてますね、え。ー うんまあ、読みます、えー、海賊に対してそれもお,おずおずするどころかゴンマにふるったす,すごいですねカエサルカ、えー、が眠たいと思っている時に海賊たちが騒いでいたりすると従者をやって静かにするようにと明示さえしたそれでいて、えー、海賊たちの武術訓練や、えー、娯楽には参加した、えー、年頃からしても面白かったろうし肉体は鍛えておくに越したことはないまた海賊、えー をたしかた彼の誰かが脇を向いていたりすると知性に欠ける山人だと言って叱ったりもしたそのような時のカイサルは海賊に囲まれた人質にはとても見えず、えー、ボディーガイドに囲まれた重要人物でもあるかのようだったしばしば この,人だこの人質は海賊たちに向かっていずれは縛り首にしてやると言って脅かしたしかもしかし海賊たちはそのようなことを言われても若者の冗談と受け取って笑うだけ笑,笑い合うだけだった50タラントを思い出してもいた,いたのだろう、えー、身代金を持った従者が持ってきてカエサルは自由の身になった 海賊たちから解放された途端に彼は近くの町ミレトスに急行し船を借り人を集めそれを率いて海賊罰・征伐に出発するミレ,トスミレトス近くの入り江に停泊中の海賊船を奇襲し全員を捕虜にすることに成功した海賊たちの財宝も分んどったから 50タラント分はもちろんお返し願ったのに違いない以前とは立場逆転して捕虜,捕虜になってしまった海賊たちをカイサルはまず牢に入れておき小アジア属総督に報告に行っただが総督の注意はカイサルが没収した海賊の財宝の方に向けられていて海賊たちの処置は勝利者の権利ということで カエサルに一任される戻ってきたカイサルは彼らを牢から引き出し全員を公主刑に処置した、えー、海賊たちは冗談と思っていたのが冗談,冗談で、えー、なかったことを知らされたのであったその後何事もなかったかのように、えー、ロ,ーーロードストーンに到着,到着したカイサルは知性を深める学生生活を始めたのであるということで、えー、この まあ、ロドツ島ですね、えー、カエサルが海賊に遭遇したキリキア周辺と留学先の貝燿島とか詳しく、えー、記されていますね、はいえー。では早速今日の本題ですね。はいえー、留学、えー、気候の穏やかな地中海世界の中でも、えー、ロー燿島のそれは12を競うのではないかと思う。 冬も厳しくなく夏の盛りでも摂氏25度を超えることはまれだ、えー、終日吹き,吹き通う微風で、えー、寒さも暑さもやら上げてくれるバラの花咲く島という意味でロー,ドロードスと名付けられたこの島は気候に恵まれていただけではなく地性,性にも恵まれていた 島の北端にはあ天然の漁港があり島の住民はこれに手を加え2つの港にして活用していた、えーえー、エフィソクスやミレトスやハリカルナスナスナッソースに、えー、代表される通称で栄えた小アジア西岸の町々と近く下界の島づたいにはアテネに達し 西にクレタ東にキプロスとこれまた古代では重要な位置を占める二島を控えしかも東はシリアにパレスチーナ南にはエジプトに続く航路上に位置するのである富の蓄積が進み各地の情報が交流しそしてこれらの成果の一つでもある学芸の振興が盛んになったのも当然だった。 えー、ロードス島の最盛期はアレクサンダー大王によって打ち破られたペルシャが、えー、東地中海,地地中海,海域から撤退したヘレリズム時代であったろうということで、えー、ロードス島ですね、えー、詳しくもう一回、えー、ロードス島のこの地中海のちょっと島を見ていきます、えー、地中海ですね、えー、1 0結構大きいですね、えーこの リンドス、上にシア,シアナ、エンボナツ、カミロス、上がイリア、ソース、ロートス、ヘッタプレックス、リンドス、結構このロートス、小さい点が10キロですので、えーっと、10キロ以上、10キロ、結構50キロ、100キロはあるかな、それぐらいですね、80か90。 これはカエサが相続したロードストーですけどメレトス、クレタ、キプロス、パレスチナですね、エジプト、これが500キロメートルですね、黒海とローマがありますね、ポントス、ビネティア、この地中海、東地中海ですね、はい、地中海と有名なクレタ、この島ですね、はい呼、えー、んでいきます。えー しかしローマが地中海の覇者になってもロートス島の力は健在だった通称立国ゆえにいち早くローマの安全保障下に入ることの利点を察知したロ,ロートスはロートスは海軍力を提供する形でローマ軍の一役を担う役を続けるローマにとっては不得意の海軍を提供してくれる えー、してくれる国という以上に信頼できる同盟者,同盟者がロ,ロートス,スだったいかに高明な教授を抱えた最高学府があろうと信頼もできず安全でもない国に自国の指導者予備軍を勉学に行かせるはずもないのであるということですね。はい、ということで、えーこのおーえー、ロマのおーおー 忠実な同盟国ロードスには紀元前1世紀の当時ストー学派の哲学者アポロニウスと中世に消滅してしまった現在は残っていないが当時では多くの歴史家に影響を与えた地中海全史を書いたという、えー、ポ,ンドニュースポンドニュースが名物刑事という漢字で君臨していた。 えー、アテネを留学先に選んだキテロもその日のちにカエサルの暗殺者となるブルータスもアテネに次いで、えー、ロートス島にも留学しているしかしカエサルにはこの二人と違って、えー、学問にのめ,の,めりのめり込む成功ではなかった何事にもよらず、うんえー、この愛し飯を走しても えー、愛し、愛し、走ってもメリ目の、えー、愛しても目の、えー、目の,のめり込む男ではなかったのである。それでも留学はあ時に中絶されながらもう 1, 1年は続いた、えー。著色の断片しか残ってないため、アポロ,アポロニュース、アポロニュース、 ポンデュー・ニュースも定跡を、えー、判断することは不可能,不可能だっただが残る断片から想像して従順な思考の秀才には感銘を与えられても独創性豊かな人物にまで影響を及ぼすことのできる学者ではなかった,ようになか,ったかのように思われ。る。とはいえ返、えー、さぬにはほとぼりをさめすという。 目的があったはい、えーえー、短くなりますけどカエサルですね最後にこの、えーえー、完全にのめ,のめり込むタイプじゃないですね、えーまあ、聞けろとか暗殺になった、えー、ブルースとは違ってこの、えー、ほとぼりを試すっていうことですね最後のこの振り返りをしていきたいと思いますこの振り返りですねこの えーまあ、それでも留学は時に中絶されながらも1年をついたあー著作の断片しか残ってないためアポロニュースもポン,ポンドニュースも業績を判断することは不可能だが残る断片から想像して受、えーえー 従順な思考の秀才には感銘を与えられても、独創性豊かな人物にまで影響を及ぼすことのできる学者ではなかったように思われる。とはいえ、解散にはほとぼりを覚ますという目的があったということですね。解散も1年ぐらい留学してますね。マサトです。この、また引き続き解散の動向が気になります。留学の位置ですね。また後半また、 1-2で、えー、頑張っていきたいと思います。えー、マサートです。このマサートの,の YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、また今日は短くなりましたけど、また聖書を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願いします。えー、次回のおーローマチの物語4、ユリス・カエサル、流行以前でお会いいたしましょう。マサートでした。シェガレス・パシャンブルズシャラム、シャラム、シャラム。